どうも、こんにちは、えー。今日は元素分析のやり方についてやっていきたいと思います。ということで、まあ、元素分析によって、蘇生式を、えー、考えますで。蘇生式っていうのは、例えば C4H8O というふうにかん、一番簡単な整数比でこう書かれていると。分子式はもしかしたらこうかもしれない。分子式っていうのは分子式だから、もう真実を書かないといけないんですけど、蘇生式っていうのはあくまでも比なので、こう書くことがありますと、えー。これが蘇生式ですね。 で、この蘇生式を考えていきます。どういうふうにしていくかっていうと、まあ、こんな形ですね。えー、ちょっとごめんなさい。あの、僕これ結構練習したんですけど、全然絵が上うまくない。結構むず難しいんですよね、これ。脳を取らなくていいですよ、だから。えー、そうしますと、えー、ここに、まあその、蘇生式を知りたい。有機化合物を入れておきます。蘇生式知りたいぜと。入れておくんですね。で、もう一個、えー、酸化銅を入れておきます。 酸化銅2ですね。え、c o になります。で、この c o の O が、プラーっとどっか行くんですね。で、プラーっとどっか行くと、ここで、まあ燃焼していくんですけど、ごめんなさい、ちょっと見にくいですね。燃焼していくんですけど、え、有機化合物を燃焼するんですけど、有機化合物を燃焼したら CO2 とか水になるわけですね。で、この時に CO2 じゃなくて、一酸化炭素。CO、o、が出てくる可能性がありますから、え、そのために c o を入れておくことによって、え、ここの c o の O がプラーっと旅してきて、 二酸化炭素になると。ということで、えー、まあ不完全燃焼を防ぐっていうふうな意味合いで、これを入れております。で、そうしますと、えっ、ー、と、ここからは、えっ、ー、と、燃焼してますから、H2O と CO2、えー、こいつによって完全燃焼して CO2。えー、この二つが出てきます。で、えー、ここで、えー、ちょっとごらせ。カしルーツ、ソーダ石灰で漱石。えー、ちょっともう書きませんけど、カしルーツ漱石って覚えてください。カしルーツ漱石。 で、えー、そうしますと、えっ、ー、と、まずは CACL2、ソーダ世界、もに乾燥剤になります。えっ、ー、と、ちゃん、ちょっと、ここ難しいので、え綺、ー、麗に板書しますが、えー、両方とも、えー、水は吸収するんですね、両方とも。で、二酸化炭素はどうかと。二酸化炭素は吸収するかどうか。しないですね、こっちは。で、こっちはするんですね。 ということで、ソーダ石灰の方が、えー、二酸化炭素吸収してくれますので、ソーダ石灰には CO2 を吸収してほしいんです。代わりに、c a c l 2くに、えー、塩化な、えー、塩化カルシウム君に水を吸収してほしい。そうすると、えー、ここがちょっとね、邪魔なんですね。えー、ソーダ石灰に水吸収するのか、と。ということで、先に水を吸収しておくことで、もう水の吸収の議論が、え、必要なくなると。えー、水をこう入れていって、 で、もうそしたらもう CO2 しか残ってませんから、まああとは、えー、相談世界によって CO2 をこう吸い取ってくれると。だから、ね、もう水は残ってないので、えー、もうこれ関係ねえと。そういう風なやり方で、えー、それぞれの特性を生かします。えー、そうしますと、ここが H2O が溜まります。CO2 が溜まりますと。えー、ということですね。じゃあ、えー、実際に計算の方に行きましょうか。<laughs> えー、この有機化合物が仮に、えー、最初 w グラムだったとします。 で、ここ水が増えて X グラム増加したとします。で、ここ CO2 が増えて Y グラム増加したとします。そうしますと、えっ、ー、と、この水の中に、ステップ1。水の中に H2 がどれだけあるか。それを考えていきます。どれだけあるかというと、えか、ー、X×18 が、えー、水の分子量です。 18の中に H2 っていうふう言うと2ですよね。分子量が2だと。だから18の中に2入ってるという意味合いで、えー、コングラムありますと。これが、えー、水素ですね。水素のグラムだと。えー、ちょっとごめんなさい。水素のグラムだと。で、次、えー、Y の増加ということで、こっちもステップ1で、えー、CO2 の中に、これですね。CO2 の中に C がどれだけあるか。なんで今、酸素無視してるかわかりますか 共通項なんですね。だから、両方ともに酸素入ってるんで、なんか連立方程式的な感じになって、酸素をこう考えていくの難しいんですね。だから、H2O の中には H しかないし、CO2 の中にも C しかないので、そういうふうに、それしかないっていものを先に考えておくことで、計算を楽にします。で、<coughs> えー、っと、じゃあ Y グラム増加なんで、Y グラムの中に CO2 の分子量44になります。計算していくと、C が12。酸素が16なので16、16たす16で32。これを計算していくことによって44になります。 じゃあ44分の C は12ですね。12入ってると。じゃあこれ,、えー、これグラム、えー、炭素が増加したと。じゃあ酸素はどうなるか。酸素は、えー、元々の、A、W グラムから引き算してやることによって、えー、もう連立方程式とかわけわからん計算を防ぎます。そうしますと、えー、こうですね。はい、こうなります。で、これが、A、グラムですね。 え、これが酸素となります。はい。で、えー、こうですね。じゃあ次に、えー、っと、これをモルに直します。えー、蘇生比、えー、蘇生比っていうのはこれ。この蘇生比っていうのはこれモル数なんですね。モルの比なんですよ。だから、それをモルに直していきます。じゃあ、えー、まずこれが x、x かける18の2で、1ですよね。<laughs> 水素のモルっていうのは1と。 さっき2で計算したんだけど、これは H2O の中に H2 がどれだけあるかと。H2O の中にある水素を全部数えてるんで、18分の2になります。今度は、えー、これが何モルですかっていうふうな議論なので、もう、こういうふうに書いてあげましょう。素性比ですから、原子で考えていきます。だから1になる。だよね。だって、これは、えー、あくまでも原子として考えてますから、こうなると。で、モルと。次、こっち。えー、これはまあステップ2だけど、ステップ2。 酸素についても一緒、えー。これが12というふうにしてやると、えーまあ、12、えー、ってことですね。で、これがモると。で、酸素についても一緒。原子なんで16です。で、えー、こうなんですね。はい、これですね。 っていうふうにやっていきます。で、ここのモルの比が、ちょんちょん、ちょんちょん、ここのモルの比がもう、そのまま、えー、C 対 H 対 O になってます、あ逆かなえー、H 対 C 対 O になってますから、そういうふうに計算していくわけです。ちょっとわかりにくいと思うので、ま一、あ、つ、え問題解いてみましょうか。えー、そうします。そう。はい。え一、ー、つ問題解いてみますと、えぇ、ー、と、<coughs> 有機化合物が 8.05mg だとします。で、これを完全燃焼すると、二酸化炭素が 15.40mg。水が 9.45mg 生じましたと。そうしましょう。で、これの組成式を示せと。 まずは、これの中に C はどれだけあるかと。それを考えていくと、15.40の中にえ、これってものが CO2 ですから、44分の12ですね、えー。これ計算しますと、えー、っと、先に掛け算からいこうか。1の位と1の位で8。10の位、1の位、1の位、10, 10の位で10と4で、 1四か。で、百0 0の位、1の位、10の位、10の位,10の位で、2と5で、7、8。えー、1000の位だから、1なんで、こか。で、えー、これを44で割ればいいんだね。<laughs> えー、えー、4、4だから、えー、ん6ぐらいかね、四、えー、で、あ、全然違うわ。<laughs> 全然違う。何やってんだ。えー、4ですね。で、16で、えー、107。え88で2と。ということで、えー、4.2ですね。 4.2。二、四点二で、えー。で、水の方がどうかと。えー、水はこの全体の中に、えー、H はどんだけありますかっていうと、えー、9.45の中に、18分の2ですね。えー、もと、この水の中に、え水素が2個あるっていうふうな意味合いで、18分の2と。えー、そうしますと、えーっと、これ9分の1というふうにできますね。えー、つうことなんで、えー、9.45分の、 9ですから、1の、えー、05かな。1.05となります、えー。ということで、えー、どうもう書いとこうか。えー、これですね、えー。そうしますと、えー、酸素の方どうなりますかと。8.05-4.2プラス1.05で酸素が出ます。えー、じゃあ、ここが、えー、5.25ですからんどうし、どうなりますかね。ちょっとごめんなさい。暗算苦手なので。 えー、はい、はい。2.80ですね。2 8 0ラムとなります。あ、これごめんなさい、ミリです。はい。ここまで見えてきました。えー、この三つが、えー、分かったわけですね。えー、そうしますと、えー、ここからモルを考えていきます。モルを考えていきます。えーっと、そうしますと、えー、はい。えー、4.2が12で割られて、はい。C えー、C が、 コングラムですから、それを、えぇ、ー、盛る、の、えーえー、原子量で渡ると。で、これだから、1.05で、えー、1と。で、え2.80だから、えー、これは16で割ってる。えー、ちょっと難しいですね。難しいんですが、ちょっと、えー、これは、ちょっと計算、どういう風にしていきましょうか。一回小数にするっていう手もあるんですが、うん、そうだな。じゃあ、これ、実際に計算して、どれが一番小さい値になると思います これと、これと、これ一番小さい値になることどれだと思います多分これでしょうね。てか酸素はあんまくっつかないですから、多分これが一番小さい値になります。っていうことなんで、え、これをもうゴリゴリに計算して1にします。1にして後を合わせていくような形にしましょうか。そうしますと、一回これ全部10例かけておいた方が計算がしやすそうですね。はい。で、え、これを、 1>, 1にしていきます。で1にするためには、18、えー、16分の18に、18分の16をかけたらいいので、えつまりは、えー、っと4で割っとけば、7分の4かなえ全部に7分の4をかけることになります。えそうしますと、えぇ、ー、16分の18だから、16分の28だから、ここは、えー、4分の7ってなるのかなえだから、まあ結局は、ここは1になるんですけど、はい、1になるんですけど、7分の4をかけてやります。えー、そうしますと、えー、4、 42分の7かな ?42 分の7。まずね。で、えー、ここが4だから、ここが3になって21で42かなえー、そうすると、えー、むずいな。<laughs> む,ずむずくねえわ。はい、できました。2と6と1ですね。で、これ、これが蘇生比な,、えー、生比なので、比なので、えー、C2H6O1 となります。これが答えですね。はい。 ということでやっていきます。ちょっとね、あのー、説明、ヘボいなっていうな。<laughs> えっと、やっぱり理論の方、うん、計算問題についてはちょっと説明がかなり苦手なので僕。えっ、ー、と、本当と何とも言い難いんですけれども、はい。とりあえず、ここまでで、ね、説明してみました。ということでご視聴ありがとうございました。